風間さん、あなた死んだはずじゃ。驚かせましたか。これは今のあなたにとって大切なものです。これは沖縄の土地の権利書だが、あの土地には4代目が。知ってますよ。あなたにはあの桐生一馬がいる土地を奪うことはできない。だからあなたに代わって私たちが権利書を取ってきたんです。どうしてそのことを。今我々は東条会に沖縄の土地買収の件から降りてもらうわけにはいかないんです。だが俺はあの沖縄の一件もう手を引くと決めたんだ。あなたは東条会の六代目、3万人の構成員を養うにはそんなことは言ってらんないでしょう。それでも俺が断ると言ったら。それは困りましたね。おじき。中原は今手術してます。トラだ。親父の容体は。くそ。サキちゃん、怖かったね。サキ、お前は大丈夫だったのか。犯人は割れてんのか。いいえ、お嬢と二人きりのところを襲われたんで。親父は腹に数発食らったみたいで。どこかの組の会社か。いえ、多分土地買収の絡みです。事務所から例の土地の権利書がなくなってました。何？絶対玉城組の連中に決まってる。奴ら1年前のことで俺たちを逆恨みして。いや、それがどうも違う見てて。ん？どうしたんだ、サキ。誰ですか？これはこいつが撃ったのか。え、これって兄貴。こいつ兄貴が知ってる人なんですか？ああ、俺の死んだ親父、風間のおやっさんだ。